今回は UFO キャッチャー第5号機の解説作り方を教えたいと思います。はい、前半後半で分けるのでどちらも見ていただいた方がいいと思います。はい、ではまずどのような施設っていうか仕組みがあるのか、はい、言っていきたいと思います。はい、じゃあまず仮にこのナメコが落ちたとしましょう。こちらあれほら、はい、落ちます。そうすると、まあ、今たまたまですが、はい、これですね、取り出し口です。はい、ここに落ちます。ちゃんとこの取り出し口も作りました。透明ですね。はい、こうやって取れます。はい、そしてこの斜めですね。はい、この下には、はい、ここね、ここに入れたお金を入る貯金箱みたいのが入ってるんですが、はい、そこの上に屋根をつけて、はい、こういう平面だとね、そこで止まってしまうので斜めにして転がします。はい、落ちます。はい、こういう風で落ちます。よいしょ。はい、でこのタオルは、まあ、見た目を少しでも良くするためにこうしてます。あ、ちょっとフレームがおかしい。はい、そしてこちらはコイン投入口になっています。はい、ではコインを入れてみましょう。はい、今回のためにこんなに10円玉集めました。はい、じゃあ入れてきます。はい、ちゃんと入りました。で、はい、まあ多分30枚ぐらいは、いやもっと入りますね、多分1000枚ぐらい入ります、これ。はい、でこの、はい、入れた10円玉たちはどこに行くのかと言いますと、はい、ここです。はい、見せろ。はい、中ですね。よいしょ、この中に入ってます。これはドラえもんですね。はい、にっこり、僕ドラえもん。はい、ここです。この足を回すと開きます。まあ仕組みは簡単ですね。こういう風に外から入るようになってるわけです。はい、やっぱり気になるのはアームの方ですね。はい、しかしアームの開いたりとかそういうのは後半です。はい、じゃあ今回はまず最初に横移動、縦移動、あと下げたり上げたりの仕組みを教えたいと思います。はい、まあまず下げたりとかはこちらですね。はい、こういう風に穴になってて、それをこういう風に移動してるだけです。はい、そしてこの横移動も一緒で手動です。まあ上下とか下げるのはさすがに手動は難しいなと思ったんで、はい、これです。ギアボックス、はい、タミヤさんのギアボックスです。 Amazon さんで購入しました。はい、動画が消える前は届いたぜっていう動画も作ったと思います。はい、じゃあまずこれね、はい、まずこれは下げる方の回路です。はい、ブラマイで赤い方がマイナス、青い方がプラスです。こちらはもう常にセロハンテープで接続してあります。そしてこっちをここのつながれてきたスチールウールなのか、スチールウールとは言わないですけど、こう鉄のやつでこうやって、ここの穴に刺すと、はい、回るわけですね。止めます。はい、そしてこっち回路逆バージョンです。青い方が接続済み、赤い方は接続されてません。でこれもおっと、これに刺します。よいしょ、で刺すと、はい、こんな感じで上がってきます。まあ要するに回路を逆にしてるだけですね。はい、まあめっちゃ簡単な仕組みです。はい、そしてここは簡単ですが、はい、巻いてるだけです。でなんでポテトチップスの蓋がくっついてるかと言いますと、はい、これが巻かれるにつれてここの部分だとポンって外れちゃうことがあるので、これで太さでなんとかしてます。はい、じゃあ今回は前半はこれで終わりたいと思います。後半に続きます。